皆さんこんにちは。オランダに住んだ箱です。今日は私が通っているオランダ語の学校で私が実際に行っているおすすめのことをお話しできたらと思います。私は現在週に2回オランダ語の学校に通っています。だいたい2時間半ずつ勉強をしています。で、私のレッスンはグループレッスンなので、だいたい10人前後の人数で勉強しています。で、私自身は中級を勉強する中で教科書を使ったり過去問題を解いたりしながら、試験に向けて現在勉強しています。で、今日は、Twitter にも書いたんですけど、クラスが終わった後に先生と話すっていうことをしているんですけど、それについてお話できたらなと思います。で、まあ、毎回クラスが終わると、まあ、質問がある生徒や、まだその答え合わせが終わってない生徒などは残るんですけど、基本的にはもう終わったらすぐクラスメートは帰っている状況になってます。まあ、もちろん学校が終われば帰っていいんですけど、まあ、そこで、学校はクラスが終わっても空いていて先生もまだいるっていうことで、私は、例えば今日で言うと昨日あった出来事だったり、これからどうしたいかなどを踏まえて少し会話をしています。で、これは毎回トピックは違うんですけど、そのクラスが終わった後っていうのは、まあ、先生が都合が合えば話すこともできますし、質問もできますし、その先生の意見だったり、私が話すオランダ語に対して、表現だったりも教えてもらいます。まあ、もちろんクラス内でその授業中に聞くのもいいんですけど、そのどうしてもグループレッスンなので自分が使える時間が少ない中で、クラスが終わった後少し話すと、その1対1でお話ができるというのもすごく魅力です。で、私自身も、結構先生とお話ししたり、中には質問をしたりとか、授業では学んでいないことだったり、表現方法がわからないことも聞いたりしています。で、もちろんその先生と話す必要がなければ話さなくていいですし、クラスメートによっては時間がなくてすぐ帰っちゃう人もいるんですけど、グループレッスンをする中で普段あまり先生とお話しする機会がない方でも、授業の後に、世間話や質問などを通して1対1でお話しできるのでおすすめです。まあ、私自身も、話をするのが上手な方ではないんですけど、先生と話せることでより向上もできたらなと思っています。まあ、普段は、休憩中などクラスメートなどともオランダ語で話をしています。今日は、オランダ語の学校に通っている中で私がしているおすすめのことを紹介しました。先生と話すことは、語学においても勉強においてもとても実践的な練習にもなるので、ぜひ行ってみてください。またオランダでの生活やオランダ語についてご紹介できたらと思います。ではまたお会いしましょう。